に参加ししてきました。とても近くで、紫輝くんの最高の笑顔を見ることができました。彼の最高な笑顔、その興奮は私たちの心に永遠に残るでしょう。ドームへの参戦、その魔法に私も身を委ねました。あの興奮、あの感動、言葉に表現できないほどの興奮が私を包み込みました。 メンバーたちが舞台できらびやかに輝く姿、特に紫輝くんの最高の笑顔に出会えたことは何よりも幸せな瞬間でした。そのファンサービス、一人一人に丁寧に心を込めて行ってくれる姿に彼のファンであることを改めて誇りに思いました。明日参戦の方々にはぜひファンサーチらを持参してほしいと心から願います。あの瞬間、あの笑顔、その感動を一緒に味わってほしいからです。そして、 ゴートがドームを揺らした熱狂の瞬間。今でもその興奮は消えません。あの笑顔が忘れられないのは当然のことです。だって、あのファンサービスはまるで神のようでした。一生忘れられない思い出の一つになりました。さすがファン思いの紫輝くんです。やっぱり真の爆池ですね。動画、かっこよすぎですね。私、倒れそうです。初めてのドーム参戦。 神席にいた方々の熱狂ぶりを見て、私もそのエネルギーに包まれました。紫輝くんが目の前で歌い踊る姿は、本当に最高でした。私は初日に参戦しましたが、まだまだ興奮冷めやらず、あの幸せな時間が一生の宝物になることは間違いありません。このドーム参戦で、紫輝くんのファンサービスの素晴らしさを再確認しました。彼のファンへの愛情、思いやりは本当に感動的でした。 そして彼の魅力的な笑顔やきらびやかなパフォーマンスは私にとって彼を最高で最強の推しとして確固たる存在にしてくれました。まだまだ昨日の興奮から抜け出せませんがそれがまた幸せなんです。同じ空間であんなに素晴らしい紫輝くんを見ることができたのは本当に幸せなことでした。私も彼の魅力に引き込まれて抜け出せませんでした。そして今日も配信があります。興奮冷めやらず。 抜け出したくない気持ちでいっぱいです。何より、紫輝くんの最高な笑顔が嬉しいですね。ありがとう。うまく言葉にできませんが、紫輝くんは素敵で魅力的で、やっぱり私にとっては紫輝くんは人生で最高で最強の推しです。まだ会場の昨日の自分から抜け出せません。そうですね。目の前であんなにも素敵な紫輝くんを見たら、魅了されて抜け出せませんね。うん 私も想像しただけで自分がどうなるかわかります。そして今日は配信もありますね。まだまだ抜け出せないし、抜け出したくありませんね。もうほとんど録画できませんでした。生で見る紫輝くんは神でした。そして、アマプラでの配信も楽しみです。あの興奮をもう一度味わいたいと思います。彼のパフォーマンス、その魅力に心を奪われること間違いありません。彼の最高な笑顔。 その興奮は私たちの心に永遠に残るでしょう。ありがとう、紫輝くん。あなたがいるから、私たちは幸せです。そして、最後に、あなたはドームの興奮を味わいましたかあなたのお気に入りの瞬間は何でしょうかドームでも体験を共有しましょう。